乙女が世のためいざ。我らの天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。時は来た、決着をつけようぞ剣士。望むところ、雌雄を決するわ今。暑苦しい男ども、決着をつける気があるならさっさとしろ。ナオトラ様の怒りの吐き口になってくれ。行け雪室、巻き登ること恋のごとく。恋は滝を登り、ゲトツキとならみ。サラダの大将、そんな大声出しながら進んだらバレちゃうって。あれは群衆を追い立てる武田の策ですな。こちらはひとまず陣を取り進めましょう。兵たちがよく動いてますね。直江以外は、そもそも男勝りなどという言葉自体不可思議な。どうだろう、己が魂の声に従え、失することを恐れるな、信じて突き進め。もう優しくはない。命を惜しむなら託され。1対100で戦っても負けないだろうね。最初はそれがしに勝るとも劣らぬな。勝ちたいのはお互い様ってか。ナオトラ様もお婿さんもらったら少しはないか。世の女子すべてがこうとは思いたくはない。思うままに駆け雪村、皆の者、今一度気合を入れ直せ。あいつすみませぬ。あの戦いをもっと近くで見ていたい。おいおい、まるでうちらが弱いみたいじゃないか。皆、私に遅れを取るな。 E の V、天下に知らず始めてやれ。さすがに剣心様の大切なものすべて私が守ってみせる。踊れ雪村、音は崩れた。なんと、うわあ。すがちゃん雪村、この雪村一生の不覚、申し訳ございません。親方様、よい、ひとまずは下がっておれ雪村。ああ汚れた、洗濯は得てじゃないのに。めくれ俺たち、限りのままに。
お主が倒した兵、その重みを知り、そして背負いながらもなお歩むか。なかなかの気骨じゃ。陣地の利を生かし変に応じて戦え。何、守るわしらが有利じゃ。気負わずにな。よい。さすが直虎様、腰砕けの相手にも容赦ねえぜ。怪我した奴はさっさと引け。命令だぜ。これは走るばかり。所詮は己が主君だろう。己が引いて呆れるわ。定めの壁は破れ、我が軍の壁は破らせぬわ。一緒に、ひょっとしてお仕置きですか。雪月下の誓い、いまだ揺らぐこともなく。進撃の時が訪れたか。では行くぞ、イナルス。男衆には期待するだけ無駄だ。私たちで守るぞ。お前、無敵の魔王を言ってみろ。そう、魔王へ枯れ継ぐな。乙女の推しの一手だ。よし、俺は今日もちょっと離れたところで応援と行くぜ。散りゆく人もまた愛し。直虎様、今日はまた一段とご機嫌が悪い。追い求め手に入れよ、確固たる己自身を。ははー、直虎様との技者談義は時が経つのも忘れるほどだ。影であり復讐、まこと類いまれなる忍びども。私についてこい。さあ、わらわを引き立てて。こんなこともあろうか、その陣には罠を仕掛けてない。熱く見えて乱世一の落ち着きぶり、それが親方様よ。逃げるな、最後まで私を見ろ。頼むからあいつみたいに目をしないでくれ。足利の方に下った上杉など我らが負けるものか。私が地頭であるという言い手は滅びる。分かったか。男どもの思い上がり存分に食らいまして。直虎様、わみなかちゃん、俺帰りそうもねえわ。いいか、それで全員を失うな。勝つときは。おい待て、まさか他国の男もこの程度なのか。
あの方のお心打ちが私などにわかるものか。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。剣心様が私という名の糸を振り、この愛しさ勝手が思い出す。貴様ごときにはわからない。忍びの技、私の右に出る者はいない。分身の剣は膝をつかない。私に守れた、あの方が言ったんだ。大人の勝負といくか、暑苦しいのは嫌いでね。お前が言うな。何のことだ。もらってやる。だってカスカ、守れた。この日の元に幾度となく繰り返されし選定の儀、いざ問わん。そなたは誠の主なりや。あえてこう名乗りをあげましょう。分身ならぬ剣、上杉の剣心。冷たき戦場にワイシュラバラが咲き誇らん。行くだ。まだ落ちない。我らは天にあらん。春の夢、これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。